宙返りですね。映画や何かで見ますとですね、空転を見事に切るのが忍者のように思っていますがね、忍者の宙返りは、曲芸のようなものではありません。まず音をしないようにまず宙返りする、それからですね、宙返りする以前に